2004年の読売ジャイアンツでは、2004年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは、堀内常夫監督の1年目のシーズンである。大英から国母勇気、近鉄からタフィローズを獲得して、打線を再編し、重量打線を形成した巨人は、シーズン序盤から本類打を量産し強力な、得点力を発揮したが、投手陣が打ち込まれることが多く、 4月を借金1の行為で終えた。5月に入ると、チーム状態をやや立て直し、5月26日から8、連勝して、首位に立つが、6月22日からの2位中日との3、連戦において、3試合、計29失点で3連敗を喫し、首位を奪われた。五輪期間中の8月は、各球団の主力選手が欠場することから、 選手層の厚い巨人が有利であると予想されていたが、五輪期間中に勝ち越すことができず、6月に奪われた、首位を奪還することなく、シーズンを3位で終えた。打線は、プロ野球新記録となるシーズン259、本塁打を放ったが、25盗塁はリーグ再開。前年同様投手陣が崩壊しチーム防御率が、前年と横ばいの4.50であった。 この年の3月4日、終身名誉監督の長島修雄が脳梗塞で倒れ入院し、8月13日に前年12月からの7ヶ月間、一条安博に対して、食事代、交通費、小遣いなどの名目で数回にわたり総額、約200万円の現金を渡していたことが発覚するなど不運が続いた。その責任として、土井誠社長、 宮山秀明球団代表をはじめとする編成に関与した幹部4人を解任。また渡辺常夫オーナーと堀川義則会長も隕石辞任した。本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係。 芸能関係の職業に転身した場合や亡くなった場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談、ありがとうございます。